はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でクイックアクセスに表示されているフォルダの追加や削除の方法、それから、最近使用したファイルを表示・非表示に切り替える設定方法についてご紹介していきます。まずはじめにクイックアクセスに新たにですね、新しいフォルダを追加していきたい、表示させていきたいという場合の設定方法ですが、対象のクイックアクセスに追加するフォルダを右クリックをしていただいて、メニューからクイックアクセスにピン止めするの項目をですねクリックしていただくことで、新しくこのクイックアクセスに対象のフォルダをですね追加することができます。またですね、よく見ていただくとわかるんですが、デスクトップやダウンロードといったフォルダなどは画面右側にですねピンのマークがついています。これはピン止めしたというですねマークなんですけれども、ピン止めされているものというのはここからですね削除することもできます。削除するためにはこのクイックアクセスの一覧をまず開いていただいて、そしてピン止めから外したい、削除したいものをですね右クリックを押していただいて、メニューからクイックアクセスからピン止め外すですね、こちらをクリックしていただくことでクイックアクセスから削除・非表示させることができます。今ですね5つのうち4つがピン止めされていることがわかるんですが、それとは別に2つですね、ビデオとミュージックに関してはこのピン止めのマークもありません。これはどういうことかというと、先ほど新しいフォルダを個別でクイックアクセスにピン止めするを行って追加したんですけども、それとは別でこのクイックアクセスに表示されるフォルダというのは自動的にですね入ってくる設定になっています。これが初期設定なんですが、ある程度フォルダにですね何回もアクセスしているものに関しては、それをですねよく使うものだと Windows で認識して、こちらにですね自動的に表示させているような設定になっているというものなので、これをですねこのクイックアクセスから非表示させたいという場合はクイックアクセスからピン止めを外すということができませんので、自動的にクイックアクセスに追加されたものに関してはまた別の方法を使って非表示にさせるということが必要になります。で、そのですね非表示にさせる方法、あとはですね最近ですねアクセスしたファイル、開いたファイルなどがこちらの一覧で表示されるんですが、そういったものを表示させたくないという場合ですね、このエクスプローラーの画面で今ですねファイルを開いている状態なんですが、その、一番右側の表示というものをですね一度クリックします。そうするとさらに追加でメニューが表示されるので、こちらの一番右側のオプションのですねこのアイコンをクリックしてください。そうするとフォルダオプションというものが表示されます。全般タブの一番下の方にプライバシーというですね項目があるんですけども、こちらの、最近使ったファイルをクイックアクセスに表示するというものと、あとよく使うフォルダをクイックアクセスに表示するというものの2つにチェックが入っています。これが初期設定の状態なんですが、この2つにチェックが入っていると、普段ですねアクセスしているファイルとかフォルダというものがあった場合に特に設定を行わなくても、ビデオやミュージックのように自動的にこのクイックアクセスに表示されるようになります。で、こういったものをですね外したいという場合はこの2つのチェックボックスを外して、そして最後に右下の適用ボタンを押してあげることで、このように今ビデオとミュージックが非表示になりました。他にもですね、あと残ったのは手動で追加したこのピン止めしたものなので、そういったものを消したい場合は対象のですねものを右クリックを押していただいてピン止め外すとやってあげれば、クイックアクセスから削除・非表示させることができます。あとはこの最近使用したファイルをですね非表示にする設定に関しても、このフォルダオプションのプライバシーのところで最近使ったファイルをクイックアクセスに表示するからですね、こちらチェックを外していただくことで非表示にさせることができます。もしくは使用するけれども過去の表示していたものですね、過去に使ったファイルとかアクセスしたファイルで表示させたくないものがある場合とかですね、履歴自体をまあただ消したい場合はエクスプローラーの履歴を消去するというですねボタンがありますので、こちらをですねクリックしていただくことで最近使ったファイルのですね履歴を削除することができます。今行った方法ですと、最近使用したファイルが全てですね一覧から、非表示となりますので、いくつかのファイルは使うけれども、ある特定のファイルだけ非表示にしたいという場合は選択した状態で右クリックを押していただいて、そしてメニューからクイックアクセスから削除という項目があるので、こちらをクリックすることでその特定のファイルのみをですねこの最近使用したファイルから非表示にさせることができます。